それマネージャーさんが道重さんのありましたよって買ってきてくれて、でそこで目覚ましやったら、その時もさゆみの目覚まし見せてくれたマネージャーさんも。そうなんですね。昨日さやしさんが、さやしさんがさやしさんの買って、さやしさんの目覚ましやってました。みんなやってるね。めっちゃさやしさん。すごいね。リリウムの楽屋とか工藤さんとかが、うんうんうん、もう日ごとに今日は九鬼さんのが4本並んでて、持って帰ったと思ったら次の日十鬼さんのがあったりとかして、すごい。いやでも嬉しいよね。だってコンビニにさ、自分のさ写真のさ商品があるんだよ。びっくりです。すごくない？自分がいるとは思わなかった。信じられないよね、はい、しかもコンビニって誰も24時間行けるんだよ。いやすごいよね。どこにでもあるし、いや本当にありがたいですね。ありがたいです。6月7日から CM も放送されてますし、そうですね、はい、ぜひ皆さん見てください。お願いします。